間に目覚めそう。ちょっとやってみようと、やってみました。まあちょっとしかできないんで、ちょっとだけやろうかなと思います。こんにちは、こんにちは。昨日は満月、満月？あ、昨日満月なんだ。見てない。満月か、毎月来るもんね、満月。じゃあ、そっか、昨日満月。でも9月だから15夜？次2030年なの。あ、そうなんだ。スプラどう？スプラめっちゃ楽しい。めっちゃむずいけどめっちゃ楽しい。うん、とりあえずもうやりまくらない、やりまくってランクを上げて、なんかとりあえず武器をさ、いろいろやんないと。そう、ちゃんとスプラやったの初めてだから、そう、難しいですね。トード君も一緒にやる。おー、トードどうだろう、やるのかな。わな、スプラ、フォートナイトをやってるけどね、いつも。そう、スプラやってるとかあんま見たことないけど。やっほー、やっほー。カーリング？カーリング？カーリング？スポーツ？プロコンは使わない。プロコンの方がやりやすいって言うよね。ジャイロでやってんの？え、ジャイロ以外あるの？完全にジャイロなんじゃないの、あれは。ジャイロじゃなくてもできるんや。こんにちは。大買い物、そう、大買い物した。めっちゃでっかい買い物しました。衝動買い、もう急にめっちゃ欲しいってなった。そう、スプラ3だし、なんか可愛いスプラ、なんかイカちゃんたち可愛いですね。そう、なんかいっぱいあれや、服とかさ、靴とかもあるじゃん。そう、だからあれもね、早くお金貯めて買いたいですね。
人でも楽しめる、一人でも楽しめるよスプラ。でもスプラ一人でやるより友達とかってやった方がめっちゃはかどりそう。一人用もある、一人用でも一人用、まあ一人でやるにはあれなんじゃない、知らない人と一緒にチーム組んでやるから全然できることはできるでしょう。うわ、ゴリネタバレの人いるじゃん、最悪。読んじゃった。なんでそういうことすんだろう。今日は髪の毛ツヤツヤだね。いつもツヤツヤじゃないみたいやん。最近姉ちゃんのうちわを、ん？グッズを買った。お、うちわ。え、ありがとう、うちわ。やった。うちわね、わかりやすい会場にいてくれると。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。今日文化祭、え、文化祭すごい響き懐かしい。何それ懐かしい、いいなあ。あ、そっか、もう文化祭の季節か。へえ、いいなあ。文化祭何したんだろう。こんにちは。ネイルは100均なの。そのタグ付けしてるんで見てみてください。姉ちゃんの文化祭の思い出ないですね。総選挙だった毎年その時期は。迷路、ミニ、ミニオン迷路、絶対かわいい。 USJ じゃん。
にちは、こんにちは。お、ワンピース見てきた。あ、いいね、ワンピース。感動した？最近見た映画、最近何見たかな。でもワンピースもそうだし、何見たっけな、なんかね、韓国の映画見た、名前忘れちゃったけど、なんか見たっけな。でもあれが見たい、ブレッドトレインみたいな、今やってるやつ。次はいつ劇場公演出ますか、公式サイトのスケジュールをご確認ください。鶴音3期、鶴音、鶴音アニメ。バッチコイ、ハネちゃんとチームメイト知りました。おお、いいね。いいね、バッチコイ。これからもよろしくお願いします。8期生、私8期生なんだ、やば。ピアス開けてる、ピアス開いてます。ネイル見たい、ネイル。じゃあインスタもいいねとコメントよろしくね。かわいい、かわいいよね。こんにちは、こんにちは。ネイル毎回かわいい。そうね、毎回かわいいよね、それは。そう、絵心ある。ほんと、
ちゃんのチームになりたいスプラ。おお、じゃあいつかねなったらよろしくお願いします。まだ全然雑魚なんで。じゃあ15分経ったので終わりにしたいと思います。13位お父さん埼玉さん、12位和田ちゃん姉大福さん、11位バーボーさん、10位ネスカフェさん、9位ショートさん、8位ツバッサーさん、7位清水さんさん、6位姉が大好きさん、5位スイカ姉大福さん、4位ヤスさん、3位谷さん、2位夏目姉大福さん、1位クマクマちゃんです。ありがとうございました。バイバーイ、ありがとう。